本体から折りたいと思います。こちら白を上にして半分に折ります。ちょっと一回向きを変えます。こちらペラペラな方を下にして半分に折るんですけど、軽く折ってください。こちらの縁を真ん中に合わせて今度はしっかり折ります。開きます。この部分山折りになっているのを谷折りにこちら側へ折り直します。はい、開いてもう一度こちら半分に折っておきます。はい、向きを変えましてこちら側にして今度は半分にするんですけど、こちらも軽く端だけを折ります。開いてこちらを真ん中に合わせるように折るんですけど、こちらも軽くで OK です。こちら下の縁をこちらに合わせるんですけど、今度はちゃんと折ります。はい、こちらも同じようにちゃんと折ります。はい、もう一度こちら向きにします。で下向けます。この折り筋を、はい、次はこの一番下の折り筋をこのようにつまみ持ちます。つまみ持って一つ上のこの折り筋に合わせるようにこのように寄せ上げるように折ります。一旦折りになってます。はい、開いてこちらももう一度折ってから戻します。はい、くるっと裏返します。こちらの折り筋この上のこのところから一つこちら手前のこの折り目の下このライン上で折ります。ここを爪で押さえながらお互い押さえながら折ると折りやすいです。こんな感じになります。で、まあ、このまま開いたまんまこちらこの縁をこの折り筋に合わせるように折ります。はい、折ってもう一度こちら折ります。こちらも同じようにここからここのライン上で折ります。はい、一度開きましてここを軽くでいいのでこの辺りをのり付けして貼っておきます。こちらも軽く下をのり付けして貼ります。この角を少しこのように折ります。こちらも折ってからここもできたらのり付けして貼ってください。はい、カゴは出来上がりです。ひさし日よけのカバーを折ります。こちら白を上にして三角に半分に折ります。開きます。こちらとこちらの縁を真ん中に合わせて折ります。こちらこの角を支点に斜め折るんですけど、ここが5ミリ弱ほどになるようにしてください。で折ります。
ゆっくり折ってください。折りにくいので、こちらも同じように折っていきます。開きます。こちら向けます。三角に半分に折ります。こちら下の角を真ん中に合わせて折って戻して、こちらの折り筋を合わせるように折ります。下から1センチほど上でこのように反対に折り返します。でまたこの縁を合わせるように折ります。今度は上の縁合わせるように折って、繰り返し折っていきます。今度はこちらの縁、このライン上でこのように上に折ります。でこの角と角のライン上でこのように折ります。でまた少し上に折り返して、こちら下に折ります。こちらも一応やっておきますね。くるっと裏返します。こちら下のこの角を上に折るんですけど、だいたいこことここの幅が同じになるようにします。次この角、2つの角をこのように折ります。7.5 の2分の1サイズ、こちら横長にして半分に折ります。開いて上と下のこの縁を真ん中に合わせて折ります。ここ糊付けします。で半分に折ります。もう一つ同じものを作ります。組み立てていきます。こちら白い部分、このように V 字型にこのように同じような高さになるように折ります。幅はここ5センチほどになると思います。で一回開いてここを糊付けして貼っておきます。そうしましたらまたこの辺り糊付けして、この下にこのように貼ります。こういう感じになります。次はこちらひさし、どちらでも OK です。こちらにしてもこちらにしても OK です。今回ちょっとこちらにしますね。ここへちょっと一旦挟み込んで、ここの角を折ったこの角より少し下に合わせます。この辺りかなに合わせます。もうちょっと下でも OK ですけど、自由にしてください。こういう風にね、斜めにしてもこういう感じに、はい。で調整してからこのように下あたりを貼ります。でここへ挟み込んで貼ります。こうですね、こうなります。よいしょ、ちょっとこれ、はい。でこちら側にしたので、今度はこれがこういう風になるんですけど、こちら側へ、だいたいここが4センチほどで折ります。でもしこちら側、逆にこれをこちら側にした場合はこちら側に折ります。でまた開いてここを糊付けして貼ってから、ここを糊付けします。下を糊付けして、このここの間、こことここの間に挟み込んで貼ります。この角は裏側へ少し折って丸みをつけておきます。20ミリ、2センチのこの特大の丸シール
4枚使ってこちら貼ります。で、裏側もくっつかないようにこのように同じように貼っていきます。8ミリ小のこの丸シールを使って真ん中に貼ります。出来上がりです。よかったら作ってみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。